がね、アクセサリーリコードでございます今回ご紹介するのは、ラドウフローレンス婦人用腕時計の今、電池交換ですね。あの出来上がりましたので、それをちょっとあのご紹介したいと思います。今回ですね、ラドウのフローレンス、かなり前の時計になりますね。相当ね、あの年数たっていると思いますけど、まあ、こういった場もはオーバーホールも必要なもう時期も遠いので、 ま、今回一応電池交換と、あと、ま、オーバーホールもこれから兼ねてですね、あの、ちょっとやりますので、まあ、このようにですね、こういうタイプ。あまり使ってなかったでもですね、あの、パッキン関係がどうしても、あのー、劣化していくんですね。特にこの、水性のパッキンというのは、非常にこの、粘りがあってですね、こう、ベタベタっとこういうふうに、もう、しちゃうもんですから、これも早く取り替えた方が、もう、ついでに全部オーバーホールもしてですね、そういう対応しておりますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。